可愛さ満点ミルクボランティアと子猫たちをご覧ください。滋賀県大津市にある子猫の保護施設を訪ねました。保護猫ハウス猫んち。主に飼い主がいない子猫を保護し、里親を探す活動を行っています。取材した日は県内各地で保護された13匹の子猫が新しい家族との出会いを待っていました。猫たちの面倒を見るのは地元のボランティアの皆さん。そしてこの方は会社員の三好亮介さん。仕事をしながらその合間を縫って保護猫活動に参加しています。捕まえた。ここでの主な役割は母猫に代わって子猫たちの授乳や排泄の世話をすること。これがいわゆるミルクボランティアといわれる仕事です。はい、みんなご飯だよ。みんなご飯だよ。よいしょ。ここにいる子猫たちは生後3ヶ月ほど。ミルクと離乳食を経て子猫用のフードを食べられるようになりました。ここまで育てば一安心です。子猫たちがお腹を満たしたところで、三好さんはカメラを取り出しにゃんこたちの撮影に取り掛かります。すごい。実は三好さんはプロ級のカメラマン。猫写真家として多くの作品を発表しています。さらに寝ている子猫のそばにカラフルな毛糸を置きました。アイテムを一つ足しより可愛らしく撮影するプラスワンという三好流撮影テクニックです。淡い色合いで子猫の愛らしさが一層引き立ちます。ただ寝てる猫ちゃんも可愛いんですけども、ちょっとプラスワンしてあげて、おもちゃをね一個置いてあげたら、こういう風な感じで可愛く撮れることもあります。子猫の撮影も保護猫活動における大事な仕事の一つです。魅力的な写真をたくさん撮り SNS で伝えることで里親探しの幅が広がり、保護猫という言葉にも関心を持ってもらうことができるといいます。実際三好さんの SNS には子猫をレスキューしてほしいという依頼が舞い込むようになりました。この子はね、リッツって言います。寝顔かわいいですよ。フォロワーさんからの連絡をいただいて、倉庫にね3匹子猫がいるので助けてくださいっていうことで、で家が近くだったんで行きました。これが保護した時の記録映像。倉庫の床下に兄弟3匹が隠れていました。3匹いるの。人を怖がりコンクリートブロックに隠れていたのがリッツです。ちょっとここに。そのままではカラスに襲われたり病気になる恐れがあるため捕獲することに。兄弟ともども三好さんたちが世話をすることになりました。きれいにしようね。そしてリッツは茶目っ気たっぷりなにゃんこに成長中。こんな姿も見せてくれるようになりました。
エビフライ好き？三好さんが話しかけるとうなずくような仕草、このあどけない表情がたまりません。兄弟たちは一足先に里親さんが決まりました。リッツももうすぐここを卒業していきます。この子はミーちゃんって言います。長毛のミーは車の通りが激しい国道沿いで保護され、 SNS を通じて三好さんに預けられました。保護した直後は人に対して攻撃的で、近づくとシャーシャーと威嚇。じゃん、はい、大丈夫大丈夫。お腹の調子も良くなかったので、時には薬を与えることも必要でした。しかしその甲斐あって、今では天真爛漫な寝顔を見せるように。三好さんの指をつかみ、すやすや眠ることも。こうして三好さんが活動している猫んちでは、1年間で30匹前後の子猫を保護し、そのすべてが新しい家族のもとへ巣立っていきます。それでも保護を必要とする猫たちはまだまだいます。この日、三好さんは猫の親子が住み着いているという空き家を訪ねました。近所の人から困っているという連絡を受けたのです。もうなんかね、誰かが餌やりさんがいて、ご飯をなんか食べた跡がありますんでね。耳を澄ますと、子猫の鳴き声がかすかに聞こえてきます。すると、あ、いますよ。子猫の姿を発見。そして壁の穴からひょっこりとお顔出しますね。健康状態も良さそうですね。目が綺麗やし、おそらく生後 3,4 ヶ月程度。体調は良さそうなのですが、三好さんには気になることが。ただここ怖いな、車が。これはちょっと保護してあげないとね。いつか事故に遭ってしまうかもしれないのでね。すぐに保護したいのですが、母猫や兄弟猫もいるため人手が必要。また飼い主が本当にいないことも確認しなければ、窃盗罪になってしまう恐れもあります。この日は現状の把握にとどめ、しばらく様子を見ることにしました。子猫たちの幸せを願い、ミルクボランティアを続ける三好さん。これまで撮った保護猫たちの写真の中からベストショットを選んでもらいました。こちらになります。実はこの猫ちゃんが今期のね、保護猫ちゃんたちの中でトライアルって言ってね、里親さん募集のためのチャレンジですよね、はい、第1号だったんですね。でその時の行ってくるよっていう表情が撮れたので、はい、これをベストショットとしました。絶対幸せになってよっていう思いが、はい、いつもあります。子猫たちと過ごすのはわずか 2,3 ヶ月でも、一匹一匹が忘れられない思い出になるといいます。